皆さんこんにちはヨガの解剖学ドットコム代表の高村雅です私は現在新旧整骨院の院長を行い日々患者さんの体を見ていますそしてヨガの解剖学の講座や東洋医学の経絡ヨガツボヨガなどのヨガの指導者向けの講座を行っていますこの DVD は 東洋医学の基本知識と、軽楽ヨガの実践方法について紹介しています。ご自身の体調に合わせて、ヨガを楽しんでください。それでは、気の流し方を実践していきます。両手で拳を作り、強く握りましょう。そして、握りにくい方の手を選んでください。 肺の軽落は胸の外側から腕の内側を通り手の親指まで走行しています肺の軽落のポーズを行うときには手の親指を伸ばすように行います両手は体の後ろに回し手をつなぎます肘を伸ばしながら胸を張り顔は天井を向けましょう 4回ゆっくり呼吸を行います小指をマットにつけ親指は上を向けますお尻を少し後ろに下げ参照形は手の薬指の先端から腕の後面の中央を通り首の側面耳までつながります膝の前に 手の甲をつけてください。なるべく肘を伸ばしながら、お尻をかかとまで下ろしましょう。腕の伸びを感じながら、